微山型巡視船は海上保安庁の巡視船の選球。分類上は PS 型、交渉船系は180トン型。ネームシップが配置替えに伴って解明したことから微山型ンな型、ンナ型ライザン型と変遷してきた。海上保安庁は昭和62年度から平成元年度にかけて高速力と外洋行動能力を両立させた新型巡視船として、 180トン型 PS4 隻を建造した。しかし同型では、計画段階では全長46メートルとされていたものの、初版の事情により全長43メートルに短縮して建造されていた。本型は同型をもとに全長を46メートルに延長し、清水や食料の搭載量を増すことで連続行動時間の延長と居住性の向上を、 このような経緯から、主機関は、当初、同型のものを踏襲して、セムットピルスティック製の4サイクル、高速ディーゼルエンジンを3機搭載しており、V 型16気筒型の 16PA4V-200VGA を両面に配して、スクリュープロペラ各一軸を、V 型12気筒型の 12PA4V-200VGA を中央機として、 低速用ウォータージェット推進機1機を駆動する方式とされていた。その後、新日韓漁業協定を受けて、平成10年度で建造された7番線、水木は、補足機能強化型と称され、防弾性や装備の強化に伴う重量増を補うため、中央機を両元機と同機種として出力を増強した。そして、平成14年度の8番線、野以降は、 主機を、新潟 16V20FX2 機に、推進機を、ウォータージェット2機に変更するとともに、舵を廃止、潜伏を30センチ広げるなど、事実上の改め方となっている。当初は1番船は、非武装を、2から6番船は、木側操作の 13mm 単装機銃を搭載していたが、竣工後、前線で、赤外線捜索監視装置との連接によって、 目標追尾型遠隔操縦機能を備えた JM61RFS20mm 多重新機銃に換装されており、平成14年度計画線以降は建造時からこれを搭載している。また補足機能強化型では暗視装置や高圧放水銃を装備しており、これは平成14年度計画以降の建造線でも踏襲された。本来は、 巡視船艇の船名は、転属に伴って解明されるが、九州南西海域工作船事件に従事した七番船の、水木はその功績から例外として転属後もその名を止めている。なお、水木は2010年の尖閣諸島中国漁船衝突事件にも従事しており、2012年7月には、魚釣島の領海を侵犯した、台湾の海巡所の巡視船と衝突している。 ノバルは、2016年4月8日、21時ごろ、夜間のパトロールを終えて、平良港へ入港する際、下崎北防波堤の西側に衝突した。乗組員15名のうち3名が、骨折などの重傷、残り12名も、軽傷を負った。選手を大破し、航行不能となった、ノバルは、翌9日に栄光により、港内に移動された後、継戦されていたが、その後、 2016年9月に深田サルベージの新日丸に栄光され、三菱重工業下関造船所へ入居した。2017年2月下旬に修理完了し3月に再配備された。また、日本政府はフィリピン沿岸警備隊に同型をモデルシップとする40メートル級多目的対応船10隻を供与する。ウミザルシリーズ、リミット・オブ・ラブ・ウミザル・アラセが登場。 鹿児島湾にて、フェリー、クローバー、ゴーが座礁する、海難事故が発生したことを受け、現場海域へ急行し救助活動にあたる。ブレイブハーツミザル、ビザンが登場。大阪湾にて、タンカーとコンテナ船が衝突する、海難事故が発生したことを受け、現場海域へ急行し救助活動にあたる。ありがとうございます。